や、これマジで俺セナのお母さん可愛くて結構タイプなんだよ。うわ、出たその話。その話出た。本当に。いやでもセナのお母さん見てますか？見てる。セナのお母さんはマジで美人。めっちゃ綺麗。いや本当に、しかも聞いてほしいんですけど、マル君と配信した時に飲んだ時に僕のお母さんマル君見せたんですよ、うん。そしたら全然抱けるみたいに言ってくれて、うんうん、めっちゃ褒めてたんですよ。うん、でお母さんその切り抜きとか配信見て、そっからレペゼンのこと見るようになっちゃったんですよ。うん、不安でしかない。もういやってさ、これに似てほしいんでもう確定や。いや間違いない、間違いない、これに似てほしいんでも美人確定なの。めっちゃ似てますよね。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ可愛い。普通にもう不安です。お母さんを可愛いと表現できるもん、うん、美人とかじゃなくて。何歳だっけ。39です。エロいねー、エロいねやばお、ごめんなさい、お母さん見てるかな。いや全然しかももう離婚してるんで。え、どういうことは。え、フリーお母さん。フリーです。だから、どういうことは。紹介してよ。だから不安でしかないんですよ。え、じゃあ紹介してよ。え、そうやった弟作っちゃうよ。じゃあ、それならいいかもしれない。39、ギリ高齢してるんですけど、全然いい。いや、そのセナが見せてくれる写真がさ、うんうん。あ、パパと旦那さんとの写真やけどさ、ナウでめっちゃ仲いいのかと思ってたわ。まあ、仲もいいんですけど、まあ、普通に離婚しちゃって。あ、円満離婚。円満離婚してるんで。円満離婚って難しくない？まあ、でも、離婚。円満離婚って円満そんなこともあるのって言われてるんですけど、離婚に円満なんてないんですよ。確かに。円満離婚ってないと。あんかがないとね。そう、でも、お父さんもお父さんで、新しい奥さんと結婚して子供生まれてるんで。で、お母さんだけフリーってこと？お母さんだけフリーです。まあ、彼氏はいるんですけど。え？だからもう、まだ彼氏の状態なんで。あ、なるほど。まあ、でも、彼氏の状態の時に、アピールした方がいいよね。そう確かに確かに。今がチャンスです。だから、うん、チャンス。じゃあ俺、じゃあお父さんになっちゃう。それは嬉しいな。パパ毎日ポケができる。パパ毎日ポケができる。毎日ポケができる。毎日ポケができる。そうです。そうなんや。いつ母さんの LINE にマル君のアイコンが出てくるかドキドキしてる。いや、そうだね。ヘッダーみたいな俺になったかもしれないしね。可能性は高いよ。本当にちょっと不安でしかないですね。どういう人がタイプなの？でも僕、フカキョンとか。俺と一緒だね。この前も話してくださったんですよね。フカキョンとかが好きっすね、うん。北川景子とか。そう、みんな好きだわ。嫌いなやつ聞いたことない。なんだ、あのとこで。浜辺美波ちゃんとかみたいな、最近の子、橋本環奈ちゃんみたいな。最近の子とかよりは、もう、ちょっとお姉さん。銀太誰だっけ？俺、誰のがれさんだっけ？あ、誰のがれ、あけみ姉さん。うん、好きやね。あけみ姉さん見てるあけみ姉さん、よかったら皆様あけみ姉さんに届けてください。あけみ姉さんみんなでメンションしてください。これ見てる。誰のがれさんって何歳なの？30何かぐらい。そんな言ってんの？そうなんですね。もう全然20代って言われても分かんないよね。分かんない。めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ美人だよね。うん。てか、ああいう方々ってさ、どうやってああやって保ってんの、あれを。確かに美貌をね。いや、もうあれはもう生まれつきでしょ。もうあそこまで綺麗だったら。あれはもう生まれつきでしょ。もう才能だ。元がやべえやん、元が。でも変わんないじゃないですか、本当に。変わんない。確かに。10年前と何が違うかって言ったら分かんない。分かんない、分かんない。分からんわ。時が止まっとんわ。あれ知ってます？あの、ジョジョの作者の荒木先生、マジで顔変わらないみたいな。そうなの？そうです。20年ぐらい顔変わらない。20年 ?20 年嘘ついちゃった。15年ぐらい、本当に顔とかが変わらなくて、髪型とか。15年でもすごいけどね。いや、本当にびっくりして。あるんですけど。誰が好きですか？フカキョン以外に。あ、でも俺、結構、最近言ってるのは、あの人。田中麗奈さん。はーい。あー、モームスの？モームスの。最近めっちゃ TikTok で出てくる。いや、しかも俺らのダンス踊ってくれる。踊ってくれる。熱っ。しかも結構踊ってる。だからチャンス多分。僕のお母さんがどっちかにしてください。まあ一旦お母さんとデート。一旦お母さんとデート。あ、ありっすね。いやでも僕だって、僕のパパがお二人のどっちかになったら僕どうしよう。やばいやろ。感謝してくれ。感謝せな、さすがに俺ら。感謝せな。さすがに感謝せな、それ。